FNS 歌の夏祭り 2018FNS 歌の夏祭り 2018FNS 歌の夏祭りはフジテレビ系列で2018年7月25日19時23時28分に生放送された通算7回目の FNS 歌の夏祭りである7月25日に生放送されることが6月19日にフジテレビの番組ホームページで発表された本年は 同局の平日深夜の報道番組 FNN プライムニュースアルファの放送開始時刻が23時40分のため前年より10分拡大している。また番組内容は前年のアニバーサリー企画から放送開始当初の例年通りへ戻されて夏に聴きたい名曲を番組テーマに出演アーティスト同士の夢のコラボレーションをはじめ夏ならではの弾けた スペシャル企画満載で行われた。スペシャル企画も例年以上に満載で、ディズニー名曲メドレー、ミュージカルメドレー、グレーテストショーマンメドレー、アニソンメドレー、思い出の夏歌が行われた。平均視聴率は12.2%で前年より大幅に上回った。また、瞬間最高視聴率はスペシャル企画、ディズニー名曲メドレーで、 平原彩香と劇団4ドル50セントが共演してメリーポピンズのスーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスを披露するシーンで15.1%だった。平成最後の FNS 歌の夏祭りとなる。今回のステージの最多出演者は劇団4ドル50セントであり6曲に参加している。乃木坂46若月由美は最後の出演となった。 今回は全68曲中26曲がコラボレーションで披露された。番組序盤ではアニソンメドレーの前編としてワンピース、ゲゲゲの鬼太郎、チビマルコちゃん、ドラゴンボール Z、美少女戦士、セーラームーンといった各アニメ作品の主題歌を出演アーティストのカバーコラボレーションのスペシャルメドレーで披露された。番組のオープニング前に行われた。 番組前半では、グレーテストショーマンメドレーとして、映画、グレーテストショーマンの主題歌や挿入歌などの楽曲を、複数の出演アーティストのカバーコラボレーションによるメドレーで披露された。また、ダパンプが USA をハロプルファンの前でモーニング娘。18とのコラボレーションの FNS スペシャルバージョンで披露した。 さらに、キングプリンスが同じ事務所の先輩の夏の名曲と自身の楽曲を含めたスペシャルメドレーを披露した。番組中盤では、ディズニー名曲メドレーとして、シンデレラ、リトル・マーメイド、塔の上のラプンツェル、美女と野獣、白雪姫、ピノキオ、ジャングル・ブック、アナと雪の女王、メリー・ポピンズ、ヘラクレス、リメンバー・ミーといった、 ディズニー作品の主題歌や挿入歌を複数の出演アーティストのカバーコラボレーションによるメドレーで披露された。また一部は本家アーティストが披露した。番組後半ではアニソンメドレーの後編としてラブライブ、サンシャイン、新生系バンゲリオンといった各アニメ作品の主題歌をアニメ界の二大声優ユニットとしてアクアとロゼリアが出演してスペシャルメドレーで披露された。 また、ミュージカルメドレーとして、サウンド・オブ・ミュージック、ロミオとジュリエット、オペラ座の怪人、マイ、フェア・レディ、ミス・サイゴン、モーツ・アルト、スカーレット・ピンパーネル、レ・ミゼラブルといったの、各ミュージカル作品の主題歌を、複数の出演アーティストのカバーコラボレーションによる、メドレーで披露された。番組終盤では、デビュー20周年を迎えた、浜崎あゆみ、 二年半ぶりに活動再開したエグザイル、デビュー15周年を迎えたニュース、デビュー40周年を迎えたサザン・ウォールスターズがそれぞれ FNS 限定のスペシャルメドレーを披露した。なお、今回はすべての出演アーティストが新曲や過去に発売された夏の名曲を中心に披露した。また番組全体は生放送だが一部の出演アーティストのパフォーマンスや スペシャル企画は事前収録で放送された。ジャニーズ事務所からは、ニュース、ヘイ、セイ、ジャンプ、キングプリンスの3組が出演しており、キングプリンスは、FNS 歌の夏祭りに初出演となった。また、コメントゲストとして、嵐、山下智久も出演した。今回は、ジャニーズ事務所のキングプリンスを含め、アクア、石橋ヒーロー、 劇団4ドル50セント、ケミストリー、サザンオールスターズ、サラオレイン、ジェジュン、シロタユー、ダパンプ、ロゼリア、ベイバリー、横山大輔、ボーイズメン研究生、別所哲也、宮沢エマ、リサの17組のアーティストが、FNS 歌の夏祭りに初出演した。氷川ワ・と、浜崎あゆみは2013年以来の5年ぶり。 神田さやかは2014年以来の4年ぶり、小池鉄平と徳永秀明は2015年以来の3年ぶりの FNS 歌の夏祭りの出演となった。ロゼリアは地上波のテレビ番組にはこれが初出演となった。ちなみに AKB48 が出演していた21時代の裏番組である今夜比べてみましたには同じ AKB48 グループである。 HKT48 の指原里野が MC として出演していたが、今回披露された、センチメンタルトレインの選抜メンバーではないことから、指原の当番組への出演はなかった。また、同じく AKB48 グループである NMB48 の山本さやかも選抜メンバーではないため、今回は単独での出演となったが、松井樹里奈は選抜メンバーだが、 とある事情で不参加となった。d ボタン連動企画として番組を視聴しながら放送されている演奏中の楽曲を聴いて発表されるビンゴの番号を合計3列のビンゴを揃えて最大3つのプレゼントを応募できるビンゴゲームが実施された。トップバッターは小池鉄平とワンピース音ンがそれぞれ初めて担当してアニソンメドレーの最初の曲として We Are お披露した。大鳥は、もう一つのスペシャル企画で、2017、FNS 歌謡祭でも行われた、後世に歌い継ぎたい、日本の名曲として、総勢14組の出演アーティストが担当して、上を向いて歩こうを披露した。音楽監督、竹部聡、演奏、ドクター村石正幸、b a 浜崎健太、GT、鳥山ゆじ、遠山哲郎、キー、 清水敏也、蝶、今井正輝、加藤泉、佐々木しおり、ストリングス、コ野ひとしストリングス、ありがとうございます。